もしも願いが叶うとしたら、そんなことをふと思いながら、今夜も知らない男と体を重ねる。それは、叶うはずないと分かっているからこそ、願ってしまうのだろうか。体を重ねて気持ちよくなって、その延長線上にそれ以上の気持ちは存在しない。遊びだと割り切っている。だから抱くことに意味はない。もちろん抱かれることにも。そうやって今日もまたこの体が汚れていく。だからこそ俺はあいつに触れてはいけない。まっすぐで真っ白なあいつを怪我してしまいそうだから、触れたくても触れられない。もしも願いが叶うなら、俺は。はじめまして、シキだ。お前の名前は？リヒト。何するんだ。何って挨拶代わりのキス。口もっと開けろ。まるでリヒト様みたいですね。なんだよそれ。お世話するのが難しい。うるさい。もう少ししたらもっとほころんで開花しそうです。あとどのくらい？そうですね、この感じだと1週間以内には。咲くときは教えろ、俺も見たい。はい、では一緒に見ましょう。約束だぞ。え？そんなにシーツを強く握りしめるから指痛むのか？いや大丈夫。今なんて？いや、お前は俺とは違う。俺は平気で誰とでも寝る男だぞ。嫌です、私はもう我慢しません。柚木美雨原作、アディクションルージュ。2019年10月6日、頒布予定。もしも願いが叶うなら、あなたは何を願いますか？